イソップ物語。肉を加えた犬。一匹の犬がどこで拾ったのか、大きな肉を加えて歩いています。落ち着いて食べられる場所を探しているようです。やがて小川に差し掛かりました。川の水は鏡のように美しい。犬はゆっくりと橋を渡り始めました。ふと下を見ると、そこにも一匹の犬がいます。しかも自分の肉より大きくて美味しそうな肉を加えているではありませんか。羨ましくなってきました。よし、脅かしてあいつの肉を奪ってやろう。犬は思いっきり大きな声で吠えました。それは川の水に映った自分の影だとも知らずに、ジャポーン、途端、くわえていた肉が川の中に落ちて流されていくではありませんか。川に映っている犬の肉も同時に消えたことは言うまでもありません。犬はせっかく手に入れた肉を失ってしまったのです。イソップ物語では欲張りを戒める話になっています。しかし、こんな心は誰にでもあるのではないでしょうか。ことわざはにも、隣の芝生は青い、隣のぼた餅は大きく見える、などとあるように、人のものは何かにつけよく見えてしまうものです。うちの鯛より隣のイワシとまで言われるくらいです。せっかく幸せを手に入れても、他と比べると喜びが減ってしまう。なんと悲しいことでしょう。もっと、もっと、といくら追い求めてもきりがありません。欲を出したために、最後にはすべてを失ってしまう悲劇があちこちで起きています。まず、自分の境遇に感謝する心を大切にしたいものです。イソップ物語、肉を加えた犬でした。